そう。でしょ こんばんは、お疲れ様です。即開塾の子です、えー。今日もズームのライブ放送の方にお越しいただきましてありがとうございます。まあ、そして YouTube でこの動画をご覧の皆様。今日はですね、YouTube の新しい可能性と、それから覆面 YouTuber タカさんとのね、対談をこう織り交ぜながらですね、2023年どうやって稼いでいくのかってことを YouTube を中心にお伝えしていこうと思います。 まあ私もはばかりながらもう10年以上 YouTube で生長を立てておりまして、驚くようなね、生活と収入が YouTube によってもたらされてるなと思いましたけども、YouTube の環境っていうのは年々良くなっていてですね、まあ私がやった頃ってのは当然収益化ってのもありませんし、最近の機能もほとんどなくって、あと何よりもね、Wi-Fi の環境も整っていなかったんで、YouTube をスマートフォンで見ると、こう、くるくると回転してですね、全然動画が機能しなかったんですよ。 ですので、YouTube なんて一体いつになったら使えるのかなとやきもきしたもんですけども、最近はですね、w i f i のスポットも随分拡充してきてで、スマートフォンの機能も良くなったんで、動画を見るストレスって全くなくなりましたよね。で、動画に対応したギガ数ってのも十分設けられてまして、当時は動画を、ね、見ようと思っても、そうですね、2013年、2014年頃までは、すぐに速度制限がかかってしまって。 本当にね、1ヶ月のうち最初の1週間は見れるんですけども、2週間目からはメモリーが足んなくなっちゃってですね、ギガ制限で全然見れないと。で、プラスアルファでギガ数を購入するんですけども、月間ですね、ギガ数が1万円を超えるときなんて結構あってですね、とてもじゃないけども、これはコスト負けするな。多くの人は本当にこの YouTube を楽しむためにはまだまだ時間がかかるなと思ったんですけども、なんか気がついてみたらね、2016年とか2017年あたりでは、ほとんどの人が、ほとんど、 こうお得な、ね、携帯プランとかで、YouTube 動画なんて、すいすい見てるわけですよ。で、同時に YouTube をアップロードするような流れも起きてきて、実際に YouTube で生計を立てる方も、私の周りでも結構出てきましたね、特にあの私の YouTube のノウハウとかを提供して、こうやって塾運営してるところもありますんで、多くの方が YouTube によって、自分の人生をこう切り替えてきたなと思うわけなんですよ。 で、まあ私から見てなんですけども、私は今ね、テレビのタレントさんとか、それからあの、映画俳優よりもですね、YouTuber として、自分の感覚で有名な人と繋がりまくってるんで、どちらかというとね、安部博さんとかね、木村拓哉さんよりも、よく見てる YouTuber さんの方が出会いたい、そんなね、感覚がありますね。だから今日はその、覆面 YouTuber のタカさんとの対談なんで、当然私もお顔は見たことはないんですけども、自分でいろんなイメージをこう、持ちながらね、 高さんとやり取りさせていただく中で、まるで文通相手にね、なんかこう恋焦がれるようなね、そんな男心も出てきたかなってことでございます。さあそれでは私のご託はこの辺にしまして、早速ユーチューバー高さんにご登場願いたいと思いますけども、高さん、こんにちは高です。お <laughs> <laughs> 聞こえましたかね。どうどうはい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もですね、えー、いろいろとお話を伺っていきたいんですけども、主に私からね。 お話をちょっと聞いてみたいなと思うのが、あの、確か前回こうやって YouTube で対談させていただくときに、タカさんの塾の体験プログラムに参加された方がいらっしゃって、まあ、それから、あれから多分1ヶ月前後経ってると思うんでね、その辺の進捗なり、感想なりがありましたら、ちょっといただきたいなっていうことですね。あとはね、この1ヶ月ちょっと考えたんですけども、YouTube のショート動画っていうのが始まったみたいで、 これ私も結構積極的にショート動画を作ってるんですけども、なんかびっくりした効果がね、次から次へ出てきて、今日は私なりに YouTube のショート動画、やった方がいいよ。これは今まで YouTube を挫折した人も、もう一回大きなチャンスとして捉えていけるよ。特に2023年、自分の資産を構築しようとする人には、朗報なんじゃないかなってことをね、何点かにまとめて、私なりにちょっと考えをお話しした後に、タカさんからも。 お話しいいいたただきたいなっていうのとあとね、よくわかんないのが、YouTube のハンドルって機能なんですけども、これも私の、まあ、少ない理解の中でね、こうなんじゃないかなってことをね、ちょっとお話しでタカさんからも意見いただきたいかなと思います。まあ、何にしてもね、10年やってきてる私でも、初めての機能という意味では、このショート動画もハンドルも、多分これから YouTube される方とね、横一線ですから、用意どんのスタートが今日から、これから始まると思うんですよ。 ですね、私もねうかうかしてられないのと同時に自分の分かることとか自分が想像したことこれから起こることっていうのをねできるだけ皆さんに、えー、アウトプットしてで皆さんからもいろんな考えを聞きたいなと思うんでまあその辺も込みでよろしくお願いしますタカさん。よろししくお願いします、はい、ちなみにタカさんちょっとディズニーリゾートの方にお越しだったそうですがいい体験できましたか いやー初めてでしたねあの。ホテルに泊まるってことをやったんで、長,い長かったですね。要はいつも朝早く行って帰ってくるだけだったんですけどそのい、全泊っていうかですね、一回全泊して楽しむって感じだったんで、ああ、これ長いなっていう感覚がありましたね、単純に。いや、でもそうやってリゾートでね、ご家族とお楽しみの間も。 やっぱりこうきっちりやることはやるというか、YouTube だからこそできるってところありますね、これはね。どうでしょうかいや、これ良かったですね。あの、会社員で仕事してた時って、やっぱ隙間時間って何かしたいなとは思っていて、まあ、もったいないなっていうところは何度かあったんですけど、じゃあ,まあ会社員やりながらやれよって話なんですけど、<laughs> な,んかなんかやっぱそこまで頭が切り替わらなかったね。今はもう本当にこっちに専業って形にやってるんで、もうそれに、 空いいいいたた時間はリソースを突っっっっ込むっててううのののが頭にあるので、はい、なのででななすすご良かったなっていう感じですね実際タカさんの生活環境っていうのを私あの YouTube を通じて知り合ったところからなんでそれ以前の暮らしってのは分からないんですけどもタカさんがこう振り返ってみてね数年前を、はい、こう YouTube の全くない暮らしから今 YouTube ってみれば YouTube しかない暮らしにこうぐるっと入れ替わったわけじゃないですか。 で今、YouTube を前提に生活もお仕事も収入も家族も成り立っていると思うんですね。そういう意味では私もほとんど一緒なんで、見えている景色が同じなのかなと思いますけども、YouTube を中心とした暮らしでね、まあ、もちろんあの頑張らないといけない、ちょっとこうなんていうんですか、難しい面も多々あると思いますけども、サラリーマンの頃と、 おす,すめのことと比べて、これは良かったなっていうのが、なんか思いつくようでしたら、なんか1点か2点聞きたいんですけど、どんな感じですかね。これは良かったなっていうところは、夜の時間の使い方ですね、特に夜の時間です。うん、もちろん、IT エンジニアやってたので、えー、普通に会社に行って帰ってくるっていうところがあっ,たあって、それから何かしようとは思ってたんですけど、その積み重ねですよね、積み重ね。そこがやっぱり 昔と全然違ったかなと。まあ、もともと2年前はそもそも YouTube を見る、まあ、ほとんど見てもなかったんですけど、まあ、そもそも SNS もほとんど触ってなかったので、まあ、会社から帰ってきたら、明日の会社の仕事のことを考えてるっていう人,<ー>人だったので、明、ま、日、あの仕事何しようかなみたいなと、こを考えたんだ、本当に、その、それ、要本業と副業って皆さん言われてると思うんですけど、自分は本業しかずっとなかったので、 それ以外の時間ってあんまりその別のことをやろうっていうことはしてなかったのでそこがやっぱり変わってきたんじゃないかなとは特に思っていて、うん、塾生さんはそのサラリーマンをやってその空いた時間で YouTube をやってるんであなるほどなとこうやればいいんだなっていうのを知りましたね逆に。こうしてお互い YouTube を中心に暮らしを作ってきてですね まあ当然お互い以外にも YouTube で収入を上げているとか家族をされているなって人をまあ見ることもあると思うんですけども私がね最近こう熱心に YouTube 活動をやってる中で YouTube を始めたばかりの方とかチャンネル登録が5人とか10人とかね再生数1とか2っていう人をこう探してですねそこにコメントを書くっていう作業をしてるんですよそうするとむちゃくちゃ喜ばれてチャンネル登録もしてくれるし で、YouTube で、ね、自分の発想以外の活動の仕方があることに私も気づかされて、あのどっちかっていうと、アクセスの高い人よりも、低い人に、これからなんか、まあ私もそうなんですけども、注目される時代が来るのかなというふうにも感じてるんですよ。まあ例えばね、歌ってみた YouTuber さんっていうのがいらっしゃるんですけども、アクセスが低いからこそ、ものすごくね、派手なことをやったりとか、恥ずかしいことを、恥ずかしいって言っても変なエッチなことじゃなくてもね、もうなんかすごいね、 アクションをしながら、本当に飛んじゃってる動画とかがあって結構探すのが面白くってですね。あとはなんかこう、都市伝説みたいなことを本当、もう僕卒に話してるやつとかね。まあ様々な人の私本性を見てるような気がするんですよ。YouTube じゃないとできないような姿を皆さんが表現されてるなと。そういったエンターテインメントとしての捉え方もありますし、あとね、すごくね、毎日出会いの場だなと思いますね、これは。で、まあお仕事をしていた時期、 サラリーマンをしていた時期、商売をしていた時期、店をやっていた時期、当然私もあるんですけども、出会いって自分のお客さんになるかどうかっていうのが前提だったんで、やっぱりお互いの警戒心っていうのがね、ちょっと独特なものがあったと思うんですよ。で、多分、タカさんもお勤め、会社でされてた頃って、まあ、仕事関係の出会いからプライベートにつながるどうかなっていうふうな形だったと思うんですけども、今は YouTube を通じて、お互いに楽しいよね、共感できるよねっていうところからの、 まあビジネスならかどうかのスタートなんで、非常にね、あの、選別と言ったらね、乱暴な言い方になりますけども、お互いをすごく選びやすくなったかなと。妙な先入観なしに、本当に共通の目的に向かって進める人を、こう、必要な期間だけチョイスできるなってところでね。うん、なんかその、いい感じの緩い関係ができてるかなっていうのと、で、お互いの濃いところをポテンシャルっていうかね、YouTube にはその独特の、まあ、魅力があるなって私は感じてるんですけども、 タカさんが YouTube をこうやってきてね、人に勧めるとしたら、まあ、どんな YouTube の魅力を勧めたいと思いますか、もちろん稼げるというところもそうなんですけども、人との出会いの部分というのも、なんか大いに勧められると思うんですけども、いかがでしょうか人とのつながりでいうと、やっぱり自分の趣味というか、自分がこうやりたいことっていうのを、 発信でききるといいうのは非常に大きいかなと感じました、まあ、これはやってみないと分かんないというところもあるんですけど少なからず自分に近い属性というか近い人たちが集まってきますねこれは本当にそういうのは特に感じていて今まで自分が何とも特に価値が自分で感じていなかったことなんだけどそれを をこの YouTube の海という感じでこう投げ込むと、それに対して誰かが反応してくれるっていうことがあるっていうことが、やっぱりあったのがびっくりしたというか気づいた感じですね。で、でさらにそれを言うとその、なかなかやっぱりコメントとか皆さんはしてこないんですけど、あるタイミングですね、本当に2ヶ月とか3ヶ月とか、もしかしたら半年かもしれないんですけど、その長く長くやっていくと、ある時急にポンと。 <laughs> アクションが視聴者の方から来ると。で、えー、その時にあ、いやいや、ずっと見てましたよっていう <laughs>、ずっと見てましたよみたいな、それを聞いてね、あ全然そのやってる本人は、全くその手応えというか、まあ、再生回数って数字だったり、高評価っていうところしかまあ見えないところがあるので、これやって本当に大丈夫なのかなとか、続ける意味あるのかなとか、いろいろ考えちゃうんですけど、まあもう、 ともかくこうやっていったその先にあ,あ聞いてくれる人がいるんだなっていう実感する日がやがてくるっていうのが YouTube かなと思いましたね。まあねえそれはねやっぱり私も思っていて、うん、3年ぐらい前から初めて久保さんの動画を見て今日初めてコメントしますみたいな方もやっぱり出てくるんですよね。でこちらとしては コメントをしない限り、本当、再生数だけで分からないんですけども、でもその再生数の位置を1年間、2年間ずっと作り続けてる人っていうのが、今でもね、いるんだなというふうなこう感覚のもとにこう、再生、再生回数を見たりとか、動画を作ることになってますんで、どうやってね、無言の位置を掘り起こすかっていうことも挑戦なんですよ。ですので、私はこのロスジェネセーの話題を出したときとか、 それから、アラフォー、アラフィブの恋愛話をしたときって、結構ね、このメールが来るんでね、<laughs> その時に書いって。新しい出会いが、あ、ここにあったんだなって気づくことがあって、まさにね、ネタに応じて反応する人がこう出てくるっていうのが、この YouTube の面白さで、何もこちらからね、チラシを配ったりとか、勧誘したりってことなく、本当にこう視聴者さんの、もう本当に気持ちのままにアプローチしてくださる。そしてなんかこう、語りかいてもいいんだっていうふうな、こう、 雰囲気を作れたのかなと思って、そういう時はやったなっていう風なね、ところなんですよね。まあ、あの、タカさんは、あの、こうやって私とこうやりとりが始まって、2ヶ月ほどですかね、経って、もうなんか、日々、なくてはならない存在っていうかね、あ、今日もタカさんから動画来るんだろうなっていう前提で朝起きて夜寝てますんでね、もうなんか一心同体みたいな感じですけども、そう考えてみると、その YouTube の海の中で、 まあ一緒に暮らしている <laughs>、なんかね、もう同志みたいな感じですけども、タカさんにもそういうね、あの同志があ、この2ヶ月でもたくさんあ訪れたと思うんですが、その中でも特に意識を向けているのが、あの ま、体験のコースに来てくださった方とか、まあ、実際にタカさんの YouTube のコミュニティに、その参加してね、本入学した方だと思うんですけども、今日はその1ヶ月前からこうね、体験とかでやり取りされた中で、まあ、あの、お話しできる範囲で、こんなことがあったよとかね、こういうふうに変化しましたよっていうのがもしあったらね、ちょっとこう、体験者の方何名かチョイスしてお話しいただきたいんですけども、その辺は大丈夫ですかねはい、大丈夫です。 あじゃあその辺お任せしますので、ちょっとこう、な,なんと言いますか、<laughs> お話しいただければと思いますけど、よろしいでしょうか。はい、そうですね。まず、じゃあ、1名の方のお話をしようかなと思うんですけども、はい、まず1名の方、まあ、男性の、まあ、50代後半かな、の方なんですけど、まあ、YouTube はやったことありますと。で、やったことあって、<laughs> ただ、えーと、広告収入で稼ぎたいけど、 ちょっとジャンルがどれやったらいいのかってこう悩んでた方がいたんですね。うん、でその方がじゃあ体験プログラムあるんでじゃあやってみようってうことでちょっと今回入られた方がいたんですけど、うん、で、ここの方が、まあ、結果だけお知らせすると、はい、今チャンネル登録者がもう600人になっちゃったんですね。おすごい <laughs> まだチャンネル当時立ち上げてなくてこのプログラム体験プログラムに入って <で>はい、スタートして用意どんで今ちょうど1か月後で599あ違う6 9九ちょっと599か699かちょっと忘れたんですけどともかくちょっと自分もこんなことあるのかなっていうぐらいそのチャンネル読者が登録者が入っていやこれすごいなっていうのがまず1名の方がありましたね。それはなかなかすごいですね。持ってる多分素養があったんでしょうけどそれがこんな1か月で。 ね、花開くもんなのかというのが、まず一つあったというところですね。うん、あご本人さんのね、素養もあったと思いますけども、体験プログラムに入ってみようっていう、そこに意識が重なって、実際に体験の中で得たものとか、繰り返されたものが、まあ、大きな数字になってこう、ブレイクしたのかなと思いますよねそうですね、本当にちょっとびっくりしましたね。<laughs> ともう一名の方もまた50代の女性の方なんですけども、はい、この方は YouTube 全くやったことないと。本当にやったことなくて、はい、ただ動画投稿した、YouTube 動画投稿したいよっていう気持ちはもう3年前ぐらいからあったっていうお話は聞いていて、はい、じゃあ今回やってみようということで、この体験プログに入ったんですけど、はい、でまたこれも結果だけ <laughs> お話しすると、はい、ま今も普本当にチャンネルと、あチャンネルと、 えっと、チャンネルを運営されていてで、動画を投稿できるようになっていますと、はい、そしてなんとサムネイルもちゃんと自分で作れるっていうような状態になってるんですね。それはもう本当に YouTube であー、YouTube に動画投稿することが全くできなかった、本当完全初心者だったのが、はい、1か月で、あ ここまで変わるんだなっていう、まあ、やったことやってなかったですかね。全くやってないところが、チャンネルがちゃんとしっかり運営されている状態になっているっていうのが、もうこれもまたちょっと驚きと発見というか、びっくりしましたね、逆にすごいなっていう。<ー>うんこれはタカさんの目から見ても、はい、これびっくりだなっていうところは十分感じるんですけども、これは私から見てもね、いや今の実績だけ聞いても凄まじいなと思うんですよね。例えば1ヶ月で <laughs> そうなったってことは仮に10倍ね10ヶ月同じようなテンションでやったらどうなっちゃうんだろうと600人は6000人になるみたいなそんなイメージだと思うんですよ、うん、で実際 YouTube のパワーっていうのはあの正比例ではなくて二次曲線になっていくんでブレイクすると本当にねその10倍ところかねこう100倍みたいなことも全然現れたりするんでもうまさにね未知数というか ただ自分なりのやり方では限界があるけどもでもこう実績のある方とかね例えばタカさんとかタカさんの知っているノウハウを使っている方のことをまあ取り入れることによって、ま、わ悪くなることはないですからねマイナスになるみたいなことはない,い <laughs> プラスしかないし掛 <laughs> け算しかないしみたいなね。うん <laughs> だからちょっとねそれは これからも大事にしていきたいです、ね、そうですね、本当、驚きしかないですね、本当、自分からしたら。はい、<laughs> その中でね、ね1か月なんですけども、タカさんから見て、どこにそのコツがあったのかな、秘訣があったのかなっていうふうに思ってらっしゃるのか例えばね、私4点ぐらい今話聞きながら、ここはどうかなと思ったんですけども、例えば、動画投稿のテーマが良かったのかなっていうのが1点。2点目は投稿数にその 鍵があったのかなっていうのが2点目。3点目は話にも出てましたけども、サムネイルによってクリック率を上げてきたのかなとかね。で、あとは4つ目は、タイトルが良くって、まあ、検索にかかりやすかったりとか、タイトルで心惹かれて、そこをクリックしちゃったみたいなところがあると思うんですけども、テーマ、投稿数、サムネイル、タイトルって4点ぐらい思いついたんですけども、タカさんとしてはどういうふうに思われてますいや、まさに本当に。 その通りとしか言いようがなかったんですけどただと時に触れてやっぱりそういうお話をしていったところがあるので全くその手探りでこう道筋でこうガーッてやってるんじゃなくてある程度こう道というかこうやったらいいんじゃないかっていうとこう外堀を埋めた状態でこうスタートしてるのでまあそういう意味で確かに結果が出やすい状況ではまあ,あったとしてもですけれども。 確かにサムネイルもうまい、うまかったですね。<laughs> はい、<laughs> 自分をクリックしたくなるぐらいの本当に上手だったんで、これ、みんな本当にやってなかったのかなっていうぐらいな感じだったので、<laughs> 多分それはあの今までの経験とかがやっぱりいろいろあって、それで YouTube にフードを移して、えー、それで、まあ、そのまま結果が出たっていうだけなんです、その、なんというかその YouTube は確かに始めたかもしれないけど、今までこうやってきた積み重ねがただ YouTube として、 力を発揮したっていうところなんじゃないかなっていうのがありましたね。<laughs> はい。うん。うんまあ、確かに youtube じゃないと活かせない人生の経験っていうのはあるんですよね。youtube で発信するか、例えばサムネイルなんていうのは人生でやることがなかったわけなんですけども、youtube をやることによってやるチャンスが訪れて、まあ、それがね、あの、ものすごく多くの人の心を引いたみたいなところがあって、特に。 50代ともなると、まあ人生一回り二回り、苦いも甘いも見てきたわけなんで、人の心を捉えたりとか、人の心をこう、なんかほぐしていくっていうのかな。そういうのにはたけてるんじゃないかなと思うんですよ。これはね、ご本人さん普通に生きてるつもりでも、それは強い魅力を持っていらっしゃる方ばかりだと私は思うんですよね。まあさんも今40代になって、あの、やっぱり一通り人生見てきてね、こうあるべき。 とかこうあってはならなならいいみたいな自分なりの正義感というのは出てきたりとかすると思うんですけどもそこに共感する人とっても必ず出てくると思うんですよね。それを表現する場所で YouTube ってところがあ多くの人を引きつけると思うんですけどもそうでもなければなかなか会社という決まった枠組みでは自分を発揮する場所も少ないしで地域社会ではそれこそ隣の方とね「うん、こんにちは」って言ってお茶飲む。 なんか YouTube だからこそ自由に自分を表現できてそれに共感する人だけとやっていけるっていう風ななんかまさに自分を生かす場所っていうのができたのかなっていうふうに思いますけどねだから今回そうやって実績を出された方っていうのは確かにタカさんが自分の成功をご自分でねタカさんの成功例で引いたルートはあったんだけども、まあ、まさにそこにねうまいことを乗って。 力を5倍、10倍にしたんではないかなと思うんで、これからもなんか未知の力とかが開けていけるのと、あとは高さなりのこれからね、本格的に引くルートがあると思いますので、いや、これはなんかね、私もうかうかしてられないなというような気がしますね。まあ、ライバルではないんですけども、なんか学び合える仲間がまたできたんじゃないかなっていうふうに思いますけども、うん、高さもどっちかっていうと、YouTube でそういうふうに進化成長する人がいたら、なんかこう、 アリりトと,ともになんか頼もしさって感じませんなんかすごい仲間ができたみたいないやびっくりしますよね本当にもうこれはだから本当に自分が塾開いて一番良かったのはみんなさんが自分よりもできますんで単純に <laughs> <laughs> だからはあすごいなぁと <laughs> あ<ー> <laughs> あすごい人がみんなまあ大人の方がすごく大人の方が入ってくれたなっていうと思っててあ、うん こうすればいいんだとか、ああすればいいんだとか、うんま、あとはそのサムネイルとかタイトル選定とか、まあ見た感じで、この発想かと。<laughs> こういうふうに人を引きつければいいんだなって、今再生数とか、その金を見て、あ なるほどこうしてるんだっていうその同じ別の切り口で同じテーマかもしれないですけど別の切り口からこう入っていくことによって全然見方が変わるっていうところをやっぱりいつも教えてもらってる感じですね、うん、<laughs> まさにあれですねなんかこうあこれは真似しようみたいなところが <laughs> 実はあの教えてるようで教わるみたいなすごくいい関係ができんか うん、いいコミュニティになってるなと思いますね。うん、あの多分、ね、多分ですけども私とタカさんも毎日のように「気になる男シリーズ」でやり取りさせてもらってますけどもあれタカさんこんな動画作るんだっていうのは多分その熟成さんにヒントを得てやってるんじゃないかなみたいに思うんですけどそうですねもういつもこうだからそのネタも少し熟成さんから結果報告だったり、うん、質問だったりあとはいろんなこの情報を頂い,いた時にあこれだとこれを今日。 気になる男で使わさせていいただこうというと感じ、まあ、本当にあ情報提供じゃないですけど、そうやっていろんなことを、うん、今日こんなことできましたよとか、こんなことできましたよとか、こんなすごいことありましたよとか、こんなのどうなんですかっていろいろこうやっぱり自分に、えー、伝えてくれることによって自分もいろんな情報を知れるし、それをまた他の人にシェアすることによって新たな、えー、情報の広がりだったり、科学変化が生まれるっていうのはすごいことだなとは思いますね。と、はいうことんですよ。 1か月前体験コースを募集して今1か月ぐらい経ったわけですけどもあのもしかしたら今日体験コースを募集したら参加されたはもっと得なんじゃないですか1か月分進化してるコースに出会えるわけですからそうですね <laughs> <laughs> いや体験コースっていうかもう本編をすぐ行ってもいいぐらいですよね1か月前のことを考えたらこの1か月じゃあ YouTube のタカさんの,の YouTube の講座を やることを知っていてね、手をつけなかった方って、多分独自に YouTube は進化してないと思うんですよ。<laughs> そう考えたら、1ヶ月って、もう取り返しのつかないような飛躍的なこの差を作ってしまって、例えば600人のチャンネル登録がいるっていうのも今日聞きましたけども、1ヶ月前にやってない人は、多分ゼロのまんま、今日もゼロなのかな。で、100人の方は今日も1 0三2 0 30人ぐらいになってるかもしれませんけども、さすがに5、600人はなってないと思う。<laughs> このぐらい違うんですよね。 やっぱこう、自分の能力に、時間的にも、お金的にも、それから意識的にも、投資ができるかどうかっていうのは、やっぱ YouTube の世界でも一緒で,で、知らない分野っていうのはほっといて知るになることはないですし、できないことがほっといてできるようになることはないんで、でやっぱりね、できるまで、できる方法をこうなぞっていくっていうかね、で,できないことわからないことっていうのは、わかるまでできるまでやっていく。しかもそれを、うん 教えていただける方についていくと、ものすごく早いなと思うんですよね。やっぱり手探りっていうのは、自分の道を探すときに必要なことではありますけども、でも本当の手探りだとね、それこそ100年かかっちゃいけないんでね、私たちも寿命がそこまで来てますんで、特に40代、50代になってくると、もうね、早くやらないといけないんで、何でもね。<laughs> で、も私はいつも思うんですけども、インターネットとか YouTube っていうのが、なんか人生の途中で出てきたんですよ。やめてくれよと思いましたよ、最初は。 もうついていいいてけななよみたいなねでもついていけないと思いながらもうついてきたら逆についてこれでない人の高みに立つことができてあの時にスタートしてよかったなって今でも思いますね40過ぎてマージャン屋のおやじでしたからね私もねインターネットと関係ない世界に住んでてもう経営が苦しいからしょうがないからインターネットなんかやるかなんか金でも降ってくんじゃないかなと思ったら全然降ってこなくってコツコツコンテンツ作るしかなくって。 で、YouTube も当時、ボロボロになりながらね、中古のカメラ買ってきてやってみて、とりあえず再生数が2とか3ってことは、誰か知らない人が2人3人見てるんだなってところに、むちゃくちゃ励まされたような気がしますけども、当然、当時は YouTube のなんかね、教えてくれるコースなんて全くなくって、その、情報商材ってのも全然なくってですね、うん、なんかもう、欲しいなと思ったくらいですよね。なんか情報商材ってのはなんか詐欺みたいに使われてる時がありましたけども、そういうのもなかったんでね。<laughs> 今はだからいろんなものが、なんかいいものが結構出てるなぁと思いまして、特にタカさんとやりとりさせていただく中で、私も学びが多かったんでね、結構今までもうそうですし、これからも多分、うん、そういったタカさんなりのお方法とかね、実績とか、それから熟成さんとの関わりの中で受けた刺激とかが、もう私もちょっとね、こう垣間見ることができて、ものすごく気になるとこ得だなと思ってね、<laughs> 1> 今1 0六5、60話に向かってるところですよ。<laughs> <laughs> いや本当にその辺はありがとうございます,、はい、すまたなんかねこのね高さんのところのコミュニティでこんなことがあったよっていうのがね今日のお,このお話の中で思い出すことがあったらその時また新しくあ実はこんなあるんだよって出していただきたいんですけども今日ちょっとね別のテーマもどうしてもお伝えしたいなと思って用意してたんですよ。まあ、それがですね、えー、先ほどお話した YouTube のショート動画って機能とハンドルって機能なんですけどもこの辺のことをちょっとね今日は あのまあ、タカさんの YouTube のことも大事なんですけども、タカさんのね、お考えも聞きたいんで、ちょっとこの辺で挟ましていただきたいんですけども、このまずはショート動画のことをちょっとお話しさせてもらっていいですかね,、はい、あのね。ショート動画をご覧、ご存じない方のためにちょっと簡単に説明させてもらいますけども、YouTube のショート動画っていうのは、なんか縦撮影なんですよね、まず一つ特徴的なのは。これ、私も最近まで横撮影ばっかりしてて、ちょっとね、おかしくなったわけなんですけども、 スマホを縦にして撮影するのがショート動画の一つ目の特徴で、もう一つは、60秒以内の動画ってことなんですよ。となるとね、どういうことかっていうと、スマホをすぐに取り出して、本当に10秒とか20秒とか、最大でも60秒の簡単な1分ぐらいみんなあると思うんで、動画投稿ができるってことなんですよ。で、しかも動画投稿ができるだけじゃなくて、このね、あの新しい集客のためのフォーマット、つまり集客って言ったらビジネスのことを想起させるんですけども、 今までね、出会えてなかった人に動画を届ける新しいツールなんですよね。私もこの1ヶ月、タカさんが1ヶ月前に、あの、ショート動画をなんかね、回転寿司でやったよっていうのを聞いてからよくあげるようになったんですけども、やっぱりアクセスが悪くてもね、数百回とか、良ければ数万回とかっていうのが出るようになって、で、今まで自分のテーマの動画では出会えなかった方からのコメントがよくつくようになったんですよね。まあ当然、 今までのアクセス、平均アクセス数とは全然違うアクセス数になったんで、えー、今までと関わりのなかった方が出てくるのは、もうその当然なんですけども、この YouTube のショート動画に、まあ、むちゃくちゃ可能性があるなと思いましてね、だから多くの人が気づいてないうちにもっともっと先行していきたいなと思ってるんですけども、そういう意味で、タカさんの YouTube ショート動画の魅力とか使い方っていうのがあったらね、もうね、ここでも、熟成さんだけじゃなくって、今日の動画をご覧の皆様に。 ぶちまけけて欲しいなと思うんですけども私は一言で言うとね、YouTube のショート動画は作りやすくて出会いやすいと思ってるんですよ。動画を上げやすいし、で、その割には多くの人と出会いやすいとね。で、本当に大事なことは、横置きのじっくりとした普段の動画の方で、えー、お伝えしていきたいなと思うんですけども、まずは新しい人と たくさん出会うためにはショート動画の乱発っていうのがものすごくいいなと思いますし、タカさんもそういうところを感じてらっしゃると思いますけども、ここからねやっぱタカさんに聞い,ていたあの聞いてみたいなと思うんですけど、YouTube のショート動画について、タカさんなりのお考え方、ちょっとねあの、自由にまとめていただきたいんですけども、なんかありますかはいショート動画なんですけど、うん、まだこれ、入り口としてすごく使いやすいなと思ったんですね。はい 今までって長い動画って、やっぱなかなか見られないっていうのが特徴だったと思うんですよ。要はその動画を作って、いきなりその100回とか1000回とか1万回っていうのは、なかなかないなと思ってたんですけど、こと、ショート動画に関しては、なぜこの動画が回ったかはちょっとわからないんですけども、出せば回るものがあるっていうものがあるんですね。これはちょっと法則性全くわからないんですけど <laughs>。でそそれによってその 自分の長い動画の方に、えー、っと、流れてくる人が少なからずいるっていうデータが取れている、まずこれがでかいなと思ったんですね。でかいですね。で、これもちょっとデータ、ここ1週間ぐらい見てたんですけど、まあ、ショート動画で、わーってすごい回って、で、データを見て、本当にその、このショート動画で回った時間が、本編の動画に作用してるのかなと思ったら、やっぱ作用してるんですね、これ、間違いなく。<お>うんで、あこれは意味があるなと。<laughs> 思って要はその初めのショート動画っていうのは当然そのねみんながこういきなりポーンとこう流れてくるものなんでどんな方が見てるか分かんないしどういう方がねっていうのは全くランダムなんですけどその中であ長い動画を見てくれる人がいてあこの人こんなこともやってるんだっていうこの入り口うん今まで全く知られなかったはずの方にリーチできるっていうのはすごい大きい機能なんじゃないかと考えております。うん、うん ね、やっぱりこう、新しいアクセスといいますか、出会いのツールとして、今、とっても熱いのがこの YouTube ショート動画、なんか TikTok みたいな、ね、感覚かなというふうに思わせますけども、あれも大ブレイクしましたもんね。うんあそれでね、YouTube のショート動画のことなんですけども、私は視聴者として、YouTube のショート動画をこう、何名かの方を追っかけてるのがあって、そのうちの一つがねあの、武術の動画なんですよ。 要するに、あの、防御の型を出したりとか、パンチを出したりとかね。で、ああいうのを、あの技っていうのは数秒なんですよね。パンチを出してさささっと組み手でやって、目の前の人と、こう、戦って相手をこう伏し、なんか、なんですか組、組み伏せるみたいなやつ。五神術とか。あれって数秒なんですよ。だから60秒もいらないんですよね。で、10秒ぐらいのそういった五神術で、ものすごく鮮やかに、 相手を倒す技ってのをもうショート動画ずっと追っかけていくと、この人の動画の本編何なのかなと思って見に行っちゃって、そこにはちゃんとですね、セールスページがあるんですよ。で、そこで、あの、別にそこには入会しないんですけども、グッズとかは買ってしまうんですよね。だからもう完全に行かれてるんですよ、私もショート動画に。あ、これなのかと思っちゃって、じゃあ他にもですね、あの、10秒とか20秒で、例えば映画の魅力を表現している動画とかね、 ここが見どころなんですよってパパパって言ってるものがあったとしたら、じゃあ、これをもっともっと知りたいなと思ったら、検索して、その方の解説の本編を見ていくとかっていうので、えー、最後にネットフリックスかなんかのエントリーをするみたいなことも考えられるかなと思ってるんですこれは見たことではないんですけどね。その他にも、ショート動画で数秒で、えー、一番美味しいところを掴んでもっと楽しみたい、もっと知りたいっていうところに、さらにもう一歩、二歩入っていくために、 本編の動画を見るっていうのは、動線は弾けるのかなと思っちゃったりするんですね。で、私は自分のやってることに、どれが応用できるかなと思って、まだ見つけてはいないんですけども、ただね、すごく面白い出会いがあったのが、私、あの、まあ、車が何台かあるんで、そのエンジンをかけたところとか、エンジン音とか、ボンネットを開いたところって、本当にね、20秒くらいの動画をいっぱい出してると、その車種をこうね、興味がある人が連絡をしてくださって、 この同じ車の、私の場合はセルシオなんですけども、セルシオのファンクラブに入りませんかって勧誘来るんですよで。私も入るじゃないですか、それは楽しいから。無料ですよ、っつって。で、そこでねあ、自分の新しい趣味がインターネットで始まるなとか思ったり、うん、なんか車のパーツとかカスタムのやり方とか、ちょっとね、私にはちょっと難しいことなんですけども、うん、なんかその特定の趣味のつながりができやすいなっていうのもね、ショート動画の特徴かなと思うんですよ。当然多分、 恋愛のこととか、健康のこととか、仕事のこととか、お金のことにつながるようなショート動画の作り方っていうのも、これからできていくのかなと思ったら、今日のタカさんのね、1ヶ月の体験のことを聞いたら、多分、この12月をね、ショート動画にこだわって何か、あの、一つ型を作ると、誰にも追いつけないようなショート動画の専門家ってものが、来年からスタートできるんじゃないかなと思っちゃったりするんですよ。その辺でタカさんもね、 YouTube のショート動画に特化した YouTuber ってこれから出てくるような気がするんですけども、どうですかねいや、出てきますね。これは間違いなく出てくると思っていて、その TikTok とか見て、自分も結構見てるんですけど、TikTok で面白い人って、やっぱそのシリーズをひたすらずっとやってるんですね、シリーズものっていうのを。うん、なんかちょっとしたその10秒とか20秒の寸劇的なものもひたすら同じ感じでやっていて、あ こういう人がずっとやっていておすすめにポンと出てきたらこれは,はその中毒性があるっていう感じで、うん、これおもしこの人面白いなって言ってやっぱファンになっちゃうんですよね同じことずっとやってるから。<laughs> うん、っていう意味で本当にこの、まあ、確か2月から消灯って。 収益化なんですけど、その前に仕込んでおく、要は2月になってみんな動き出す人が多いと思うんで収益化するって言って、でもその前にこういろんなことを仕込んでおくことによって、人よりも一歩,一歩先、二歩先、本当にやっていく、あとは手応えですねこうあ、こうやったらこうなのかっていうのを本当に先にやっていくことによって、特に年末年始に向けてずっとやっていくと、これ本当に面白いことになるんじゃないかっていう期待感っていうのはすごく。 ありますねはいまあそこは私も本当同意なんですよ。YouTube をお互い、うん、この生活の糧にしてやってる私たちお互いのね言ってみればこのベテランとかプロの目からしてこれショート動画今やらないとまた数ヶ月後に始めたんじゃ追いつけなくなっちゃうみたいなところなんですごくラッキーなチャンスだと思いますねこれは。特にに来年の2月から収収益益スタートする前に収益できる 体質作りとかプラットフォーム作りをショートで徹底的に作り込んでおくと、なんかその YouTube のネタがね、今までなかったとかね、5分とか10分なんか表現するものないよって方でも、これ、ショートだったらこれ10秒とか30秒だったら毎日、それこそ10本、20本できていくんで、これは新しいムーブメントになるかなと思いますよね。まあですんで、タカさんの YouTube のコミュニティに多分ショート動画のね、講義もプラスされるんではなかろうかと思いますけども、そんなお考えありますか 今ちょっと試していて、これはいけるんじゃないかっていうところである程度何個かはイメージはしていて、もうちょっと検証が必要なんですけど、まあ、ただ今の時点でもこれがいけるぞっていうのは、今自分で現状やってるので、別チャンネルで。うんはい、それは本当にエッセンスはお伝えできるなとは思っていますね、うんうん。それはでかいですね、2つの意味ででかいのは、1つはもうすでにいくつかショート動画で当たっているっていう実績がある、これが1つ大きいこと。 だからその実績を内側から知れるっていうのが多分高さんのこれから YouTube のね、さらに1ヶ月前から1ヶ月分進化した YouTube コミュニティ、ね、YouTube の覆面 YouTube アカデミーの特徴だと思うんですよ。もう一つはね、検証の仕方とか検証してるところをリアルタイムで一緒に見れるというところですね、これは。これはなかなかないですよ。検証済みのやつをなんかノウハウとして公開っていうのは結構ありますけども、じゃあ一体 YouTube の検証、YouTube ショートの検証ってどうやるんだろうみたいなところね。 そのタカさんの試行錯誤が、まあ、共にできるというかね、生で見れるというかね、そういうふうな舞台裏を、多分これから YouTube のタカさんのコミュニティに参加する方、参加している方っていうのが、まあ、まずまずと見て取れることができるのかなと思ったら、これはなんか貴重なタイミングかなと思いますねそうですね、これは本当に自分がやってみて、あ多分こういうのはいけるなっていうのはある程度はあるので、あとはそのどういうふうに続けていったの要はその確率というか、うん うん、こうじゃないのかなじゃないのかなってこうアプローチをいろいろ書いてるとこなのでただ多分当たるのは分かってはいるので,、うん、でなんでこれがそう <laughs> うまくいかないのかなっていう何がやり方まずいんだろう引っかかってるんだろうっていうところをこう試行錯誤して当たった時は、うん、ああこれなんだなみたいな感じを今やってるので、うん、これをもしねお伝えできる人っていうのが今は現状はいないので、うん、本当にショートを 専門にやりたいんだ、伸ばしたいんだっていう方は、ぜ、ま、ひ、あ、聞いて、単純に真似すれば、多分同じ結果になるんで、間違いなくこれは。なんで、それをやってみて、面白いんじゃないかなと思いますね、逆に。うん、もうこれからですね、ショート専門 YouTuber っていうジャンルもできそうだし、まあ、それをもしかしたらね、高さんのコミュニティから、そういったエースを何人か2023年、排出できるかもしれないですね。うん これ出てくると思いますけどね、やっぱショート短い人が得意っていうのは、あの、お仕事されてる人って長い動画作るのってすごい難しいと思うんですけど、短い動画ならおそらく作れると思うんですよ、これ。で、特に短い動画をこう見つけるのが得意っていう、また人もいると思ってて、こう、発想が豊かな人っているので、うん、<laughs> これいけんじゃねって思ってパッと行動できる人っていうのは、まあ、どんどんそのショートを量産しちゃうので、うん、本当今のうちに動いて、 行かないなと多分2月に収益化するって言った時にみんなもなんか戦国時代が始まっちゃうみたいな感じでみんなこう <laughs> 動画上げちゃうと思うんでできれば今のうちにいろいろやっとく方がいいんじゃないかなって思ってますけどね。はい、ですよね。いや私ねちょっと今ね思いついたんですけどもその字を書くところはね例えば私は書道の心やないんですけどもきれいな字を書くところって多分30秒ぐらいで1文字できると思うんですよ。 じゃあその動画を乱発しといて、なんかそれを自分の書道教室に誘導するか、まあ、字そのものを教えるんじゃなくて、そこで人格を売って、別のね、えー、自分の本来のコンテンツに誘導するみたいな、そういった文字を書く、30秒ショート動画、文字書く YouTuber みたいなのが出てきたら、多分そういう人って、先行した人だけがマーケットを作って、あの後発の人ってあまり目立たなくなるんじゃないかなっていうような気がするんですけどね。 そういったアイディアがこれから試せるっていうのが面白いですね、うん、そうですね、本当に今やって、要は多分先発でこれやってたら後発がもう絶対追いつけないっていうかもう、本当に先発優位性っていうところがあるので、うん、ここでがっちりマーケットをある程度こう固めておいて、やっておくと、これ本当に後々生きてくる、っていうか絶対生きると思いますんで。うん この1ヶ月とか2ヶ月の過ごし方っていうのはとても重要になるんじゃないかなって自分はすごく思っているので、ぜひそのショートっていうのを知ってるんであれば、いろんな形でえやってみて、それでもし当たるものを自分で見つけるんであれば、見つけたんであれば、それにこう徹底的にこ,うこだわっていくってやっていくと、これ多分違った YouTube の魅力だったり、本気でなんか変わっていくんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、いや、うん YouTube のショート動画、このタイミングで、なんか知れるっていうのは、試せるっていうのはラッキーだなと思いますんで。ぜ、ま、ひ、あ、ね、タカさんは、この、もう YouTube のショート動画やってますし、結構当ててるのもありますしね。まあ、私もね、YouTube のショート動画面白くてやってるんですけども、いや、なんかやっぱ数万再生ってのは出るんですよね、これね。悔しいことに。<laughs> いや、なんかね、タカさん最近ね、あの、ATM に行って、で、預金通帳をね、こう、 移入したんですよでせっかくだからそれを動画に撮ったらこれが2万ぐらい再生されてそれねまだ1日経ってないんですよ。<laughs> 何じゃこれだと思いますよ。いつも一生懸命作ってる動画は再生回数が30とか50とかに <laughs> 適当に ATM に行ったね預金通帳を書き込んで別に何もないんですよそこには。別に1億円あるわけでも何でもなくってそうそうただ預金通帳を書いたところをね通帳のなんかその 記入欄も見せずに、ただ使ってるだけなんですけども、何を期待したのか多くの方がね、見てくれたとき、ね、でそこからコメントも入っちゃってるんで、だからなんかこう、面白いなと思うのは、セルフレジとかね、コンビニでやってみたりとか、なんか自動販売機でなんか当たりつきのやつがあったらやってみたりとかしたら、なんか <laughs> 見ていただけるのかなと思っちゃいましたけども、はい、どうもありがとうございます。<ー>もう一つなんですけども、タカさん。 YouTube のハンドルってのがね、ちょっと得体が知れないなと思ってるんですけども、私もハンドルっていうのは結局、YouTube の自分の URL をものすごく短い、わかりやすい数文字にするってやつなんですよね。あとなんとかかんとかみたいなね、うん。で、それをちょっと使ってみたんですけども、今のところ何かそこで気づいたものはないんですが、多分こういうことじゃないかなっていうふうに思ってるところがあるんですね。それは何かっていうと、あの、 YouTube のハンドルっていうのは多分ね、匿名でやってる方にとっても有利に働くんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、t t e r とかインスタで利用するのも、多分、YouTube に誘導するのも使いやすいと思いますし、匿名 YouTuber とか VTuber さんは、好んでこれを使うようになるんじゃないかなって思うんですよね。で、アットマーク、うーんまあ、何文字、何文字みたいなね、アットマーク、なんかよくわかるんですよ。 あとマークユーチューバータカーとかやって、それが他の人に取られてないとしたら、まあ、ものすごく目立つ、その、ハンドルネームをね、ずっと使っていけると思ったら、多分ハンドル転売ってのも起きてくるのかなと思いますし、とりあえず私はトヨタで、ね、トヨタ自動車のトヨタで検索したら、なんとねド、ドイツのトヨタがね、トヨタを取ってるんですよ。で、本社のトヨタはトヨタグローバル JP とかっていうね、ちょっと長ったらしいの撮ってて、この辺はどういう舞台裏があったのかなと思ってやったんですけども。 本社の方がトヨたっていうシンプルな6文字取ればよかったのに、<laughs> なぜかドイツが取っているというね、なんか面白そうなあ雰囲気を感じますけども、でも個人で自分のこのドメインみたいなのをね、YouTube 専門のとはいえ取れるってことは、なんかこれもなんかに使えるのかなと思うんですけども、その YouTube のハンドルについて私はもう本当にまだ全然解析できてないんですけども、タマさんは YouTube のハンドルっていうのはどういうふうなもんだと思います 多分これが単純にその一つの権威性とかになってくるのかもしれないっていうところはちょっと分かんないですけどあって例えば TikTok だとそういうそのなんだアットマークなんたらっていうのがすごいもう浸透するしてる人っていうのがいると思うんですねこれもちろんそ,それはツイ,、まあ、ツイッターインスタはちょっとあれなんですけどただそのそういうところでこの識別する ID というのはすごい強い人がやっぱりいてそこを先にこう取っとくっていうことで 特にこれ、まあ、今しか多分取れないと思うんで、これ、単純にちょっと自分の思いついたもの、あの商標登録じゃないですけど、そういう感じで、なんか何個かちょっと取っておくと、将来その生きる可能性があるっていう、ちょっと面白いみ、遊び要素があるんですけど、それはちょっとやってみましたね、自分何個か。これ、取ってんのかな、うん、誰が取ってんのかなみたいな感じで。うん、<laughs> はい。うーんなので、これはちょっと、まあ、逆にその今、まだそんなにハンドル名っていうのは、今、ID は、 ランダムで確か振られてるはずなので、えー、そこをなんかこう奇抜なじゃないですけどキャッチーなこうを取っておくともしかしたらその,そのハンドルが他の人がすごくこうヒットした時に友ずれでうまくこう乗っていけるんじゃないかなっていうところがあったりもするかなと感じています、うん、じゃあそのハンドル名にタモリとかサンマとかっていうふうなの取れるとしたら何かね <laughs> ななんか <laughs> 何かできそうですねなんかね <laughs>。 そう何かあるんじゃないかなと思っていて、うん、その辺をちょっとねこのコミュニティの中でいろいろと話し合ったりとかあのこれはいけるんじゃないかなみたいなハンドル目をねこうみんなでねやってみるみたいな楽しみもあるかもしれないですね <laughs> そうですね えっと、今だとその同じ名前取ったらなんたらタモリ123とか23ってなると思うんですけど、うん、その本当にタモリ純粋の無印っていう意味でタモリとか取れちゃったら、うん、逆に大丈夫なのかなって思っちゃってるんですけど <laughs> <laughs> ただそれが取れた時に一体どういう効果が出るのかっていうのもちょっとまあただなんで取ってみたらねえ,ねえ分かんないど,んど,こどこにどうなるか分かんないんでちょっとやってみると面白いんじゃないかなと思いますけどねはいまあこういう風なねハンドルにしても YouTube の肖像画にしても、その他の YouTube 独特な新しくリリースされた機能にしても、誰よりも早く分析して、多分熟成さんにこうお知らせするのがタカさんのコミュニティだと思うんですけども、要はそのコミュニティのなんか新しい紹介とか、まあ言ってみれば募集みたいなのもできたりするんですかそううです、ね、また今回もちょっっとと特典のお話をしよかかなとか思って、うん で準備だけはしたしましたた <laughs> まず、はい、あと10分ぐらいしか放送時間ないんで、はい、10分でまとまるようでしたらお話しいただきたいんですが、お願いします。はいじゃあ、ちょっとお話をしようかと思います。うん、えっと、この画面動くのかなよいしょっと。この画面今動いてますあら、<laughs> なんかゆ,ゆっくりと出てきます動いてますか。はい、私、ちょっと黙ります。<laughs> <laughs> じゃあまた今回も同じように、前回と同じような感じなんですけど、まあ、2022年、今年最後、今年最後ですね、まあ、12月に向けてなんですけどね、ズーム限定2大特典というのをちょっとさっき考えてみましたので、ちょっとお話、少しだけさせてください。ということで、特、ま、典、あ、ここまでね、えー、せっかく見ていただいてるんで、まずはね、 この特典1ですね、特典1。これは特典1は本当に先ほど久保さんともいろいろとお話しさせていただいて紹介した話なんですけど、同じようなところですね、今回は31日間体験プログラムということで、これも前回と全く同じようにしてるんですけど、うちのね、YouTube の塾の三十万の、現行30万なんですけど、これを全コンテンツ31日間全開放というね、<laughs> <laughs> 丸ごと解放しちゃいますっていうところでコンテンツだけならまあまあ別にっていうところ引かれるところはないかもしれないんですけどまあ現役塾生と同じ完全サポート体制っていうところがやっぱり少し違うのかなと思っていて。 まあこれをやることで、現熟生産の情報だったり、まあ、自分がそのいろんなところから収集している情報っていうのを直接お話しできるので、これがやっぱりでかいんじゃないかなと思っているので、やっぱりここっていうところを、もしここまで、えっと、聞いていただける、聞いていただいている方に関しては、ここをうまく使うことによって、自分の持っている能力ですね。別に YouTube が、 今までやってなく、やったとしても、やってなくたとしても、その自分が開花する、その人が持ってる素養っていうのが、YouTube でやったら全然変わってくるかもしれないんで、ここをうまく引き出して、えー、いければいいんじゃないかなっていうところの、まあ、特典ですね。で、まあ、前回、もうちょうど先ほど本当に、えー、っと、Zoom の中でお話しした、先月の参加者実績というところで、まさにもうこの話のために今日の Zoom があったんじゃないかっていう前振りになっちゃってたんですけど、ここですね。 えとまず1人目の方のお話ですと、えー、チャンネル登録者1ヶ月で、ね、699人でしたね、9 9人。驚き、驚きですね、自分も。まあ、そんな方が現れたので、これは1ヶ月体験するだけでこんなにかくのかっていうところの、まずお話ですね。そしてもう一方ですね、もう一方のお話。 全然 YouTube なんて初めてやったこともなかったっていうところにね綺麗ない本当にチャンネルを作っていただいてるしもうサムネもね本当に作れるようになってスマホでサムネも作っちゃうっていうぐらいなのでこんなこともできるんだっていうところ。 こういうところがね、全くその1ヶ月前はできなかったところなので、この2つともですね、こっちもそうでしたね、こっちももともとチャンネルなかった状態なので、そのチャンネルが生まれていきなり699人、こちらに関してもチャンネルは全くなかった状態から、その新しく動画を開けて、そしてチャンネルを運営しているっていう、本当にこういうことがやっぱり生まれるんだなっていう自分の中でも、ちょっとびっくり、びっくらこいたっていうところなんですけど、<laughs> まあそういうね、えー、状態のところの特典を。 をつけさせていいいたただきたいなと思いますそして特典にですね、こちらは後半、今度はズームの後半でお話ししていたところなんですけど、まあ、ショートで稼ぐ、稼ぐ伝承プロジェクトという名前をおめ打っております。まあ、正直ちょっと教えたくないというか、まだ手探りなんで、これ当たったらちょっとあんまり教えたくないなと思ったんですけど、まあ、ねここまでズーム聞いていただける方っていうのはなかなか少数でありますしね、まあ、教えたくない言っても自分で。 ず、えー、っと持っててもしょうがないっていうところなので、まあ、ここでね、えー、しっかり教えよう、しっかりね、伝えていこうかなというところで、今回、伝承という表現をさせていただきました。で、えっと、一個だけデータをちょっと見せようかなと思うんですけど、ここですね、ここ。うんあ,あらららら。ら <laughs> らちょっと <laughs>、と、ここなんですけど、ん、えっとこ、ここがね、えっと、この、ちょっとこれ本当に映るのがちょっとわかんないんですけど、 ここの間で10万回回ってるものがあるんですね、10万回。で、ここ、えー、あ見見え、見えました見。見えるんですね、これ、映んですね、えーここ。ここはちょっと見えないかもしれないですけど、16時53分って書いてるんですよこれ11月26日かな。で、ちなみにここのラインって何時かっていうと、15時なんですね、15時の53分なんですよ。だから、ぶっちゃけ1時間で10万回回ってるっていうね、もうび,びっくりこいだ。<laughs> <laughs> の状態が起きてるんですね <laughs> マジかよっていうね、ショート動画ってこういうところがあるので、いや、これはすごいなと思ってですね、本当に。うん。っていうところがあって、まあ、これすごいんで、まあ、たまたまなのか再現性があるのかっていうところなんです別にそんな自分動画乱発してないんで、1日5本とか6本しか出してないので、これでこんなのが生まれちゃったら、これちょっとやらんと損なんじゃないかっていうぐらい、時間をもうま無駄にしてないかっていうところでね、本当に。 やるべきかなと思ってでちなみにここちょっとまだもうちょっと上がり続けてるんですよ、これ、ずっと、ここちょっと分かりにくいかもしれないですけど、徐々に徐々に。だから、一ここ回、ぐんって上がったら、まだちょっと徐々にこう上がっていってるんで、これ、そらく今、これ11万回なんですけど、実際もう今18万回ぐらいいってるものなので、伸び率があまりに高すぎて、このゆっくりような,ような見えて、あまりにゆっくりなんですけど、それがすごい伸びてるんで、ショートドア、これやった方がいいんじゃないっていうところがあるのでね。<laughs> まあ自分が当たったものもこれなんでっていうのを教えちゃうんで、もし自分のチャンネルで同じものを上げてみて回ったらこれ、まあ、ラッキーもんかなと思うんで <laughs>、テストでやってみるのもいいのかなというところのプログラムでございます。ということでね、日々僕がやってることを伝承しますということなんで、まあ、伝え方に関してはどうするかとは考えてないんですけど、まあまあ、自分のこのチャンネルでやってるんでって教えれば勝手にわかるかなと思いますんで、まあ、そういう形の、えー、企画、企画 企画プロジェクトみたいな感じですね。いう感じの特典を2つ考えております。ということで、はい。ここまでがお話ですね。一応、11月30って言ってますけど、これ、間に合うのかちょっと分からないんで、ここの実績はちょっともう一回、久保さんとお話ししながら <laughs>、まあ、ここのチャンネルまでお問い合わせくださいませというところで、えー、このお話になりましたというところです。はい。お時間いただきありがとうございました。はい。はいどうも ありがとうございますいやこの1ヶ月の,その体験塾生さんの実績もあれば今回みたいなねショート動画の10万回1時間で数時間で20万回以上これは私もちょっと見たことがないような、ね、ことが起きてるなと思いますあとこの放送がですね、まあ明日には YouTube 化されると思うんですけどもさすがに当日締め切りになっちゃうんで <laughs> ちょっと手心を加えていただいて。<laughs> <laughs> まあ、3、4日はちょっと、ね、締め切りを伸ばしていただきたいと思います。すね,す <laughs> まあねこの放送を見てる方、多少1日、2日ずれても、11月30日過ぎても、多分メールを送れば大丈夫だというふうに思っていたい、うんはい、それから12月はね、まあ、ご存知のようにクリスマスっていうイベントもあったり、イルミネーション撮影する機会があったり、年末年始、お正月みたいなところもあるんで、多分十11月よりも12月はね、ものすごいたくさん。 アクセスに関しては、そして売り上げに関しては取りやすい月だと思いますね。あの、やっぱりこう、アフィリエイトの時代からずっとインターネットでビジネスしていて、12月、1月の、そのいわゆる年末年始を逃したらもう商売する時がないぐらいのチャンスなんですよ。まあですんで、ゴールデンウィークとかお盆とか、年末年始。ここをね、こう、体験プログラムに乗っかって実際に手取りやし取りで教わりながら試せるっていうのはすごく大きなチャンスだと思いますので、 そこにショート動画みたいなね、もう降ってはいたようなチャンスも来るわけですから、まあ。ハンドルに関しましてはちょっと意味がわからないんで、また来年からゆっくりとね、やることにしても、ショート動画ちょっと今しかやるしかないので、えぐいですよ、本当ですので、今ね、体験参加されてる方も、期待して12月以降も見ていただきたいと思いますし、これを機会によし、さんにちょっと YouTube 教わっていこうという方は、もう人生切り替わるつもりでね、やっていただければ、本当に全く別の世界が見えてくると思いますので、 期待していいいきたいと思いますすねねねねさんねそうです、ね、ちょっと自分もびっくりしましたからね、このちょっとよく考えたら、これ17万さって、さっきのこれですね、さっきのこのここのラインからあの、うん、伸びて、ここが10万回か、多分んここが10万回なのかな、ちょっとさっきのデータだったら確かこうだったんでここから全然伸びてないように見て、ここはまた伸びてるっていうで、これ全然伸びてないように見て、もう一番、多分これが伸びすぎてるんで、データがね、すごいぐわってなってるんで。振り切っちゃってるんですね。 そうだからでこれもあとこのコメントコ,コメントなんですけど103ぐらいコメントついてて自分通知切ってたんでは気づかなかったんですけどアホみたいに通知あのコメントがついててこれは多分コメントはいつなんだろうちょっといつか全然分かんなかったんで全然放置してたんで、うん、まさかこんな伸びるなんて思いも知らなかったんで <laughs>、はい、んっていうところがあるので。 いやこれはちょっと分かんないですね。もしかしたらね、どんだけ伸びるか分かんないんで、うん。でも、あれですね、タカさんもショート動画をやって1ヶ月ぐらいじゃないですか。はい。ってことは、ショート動画を今日から始めた人も、来月にはこの10万アクセスみたいなのをお見かけする可能性は非常にあるってことですよね、これありますね、本当に。自分が初めて出したのあの寿司動画で いきなり出したら、四秒か五秒か、十秒か、十秒か、一万回待って、なんじゃこれ、あって思ったところだったんで。だからね、YouTube を今まで私、十年ぐらいやってきて。その、数万再生っていうのは、なかなか作れないんですよ。うん、でも、それがね、全部ね。<laughs> その労力を無駄にするように、ショート動画を簡単に満再生するんですよ。そう、そうです。<laughs> しかも、それに気づかずに、やってない人も多いし。 ショート動画、YouTube に参入すればいいのに、今でも TikTok で頑張っていらっしゃる方もいて、今は早く YouTube 動画にドカンと行った方が、世の中の検索システムは Google、YouTube の検索ですからね、うん、もう仕掛け時だと思いますので、はい、その辺も込みでタカさんからノウハウを伝承していただきたいと思いますね。はい、ちょっとね、いろいろ、いろんなことやっていこうと思ってるんで、はい、お伝えできたらいいなと思ってますね、本当。 やってる人もこれもあるんじゃないかって思いついて、またいろんなところをやって、いろんなこの化学変化が起きてもらえると、それこそすごいことになるんじゃないかなとは思ってますね、だから本当に期待込み、ワクワク込みのところで考えていますね、特に年末年始、やっぱり絶対やる時間があると思いますんで、なかなか平日忙しい方、でも土日の年末年始になると、少し時間が来そうだなって思う方はね、そこに向けてこうやっていくっていうのもありなのかなと考えております。はい そうですね。確かに、はい。今日はね、本当に身のあるお話をいっぱいいただきまして、ありがとうございます。私もね、その、タカさんの YouTube コミュニティが、ここまで密度濃くなっているんだなと思うと、<laughs> まだまだね、紐解いていきたいんで、またその、ズームライブの機会をいただければと思います。こちらこそよろしくお願いします。<laughs> 本当に。はい私もね、太鼓判をしてタカさんのことをお勧めしたいんで、迷われている方は、 もうすぐにお問い合わせしてくださいいお問い合わせをして、もうね、う飛び込んじゃってください、もうそれ以外で人生をね、こう逆転する道はないと言ってもいいぐらい、この YouTube の高さんの講座はあの魅力的でございます、ね、私も太鼓判を2度、3度押させてもらいます、<laughs> 頑張ってください。本当に、まあ、もしね、こう悩まれてる方いればね、やってみると多分違うと思うんですけどね、これ、本当に。<laughs> うん <laughs> はい。ということで、ちょっと、まあ、いろんなね、えー、やり方も、今から、ここやっていくんでね、もしよかったら、お声かけくださいというところでございます。はい。ここかなここですね。ここはい。ほんと、休まってます。なってますね。ここかな,ここかな <laughs> はい。<laughs> はい。はい。お願いします。はい。はい、いや、もうね、この動画、ここまで見た方は、全員行ったほうがいいですよ、本当に。<laughs> <laughs> いや、でも、本当に、今日はありがとうございました、皆さんも。 えー、時間も参りましたので、今日の放送は以上で終了したいと思いますけども、改めてご覧いただきましてありがとうございました。タカさんもお疲れ様でした。はい、こちらこそ本当にありがとうございました。はい、じゃあ、それではね、タカさんにメールを送ってください。<laughs> <laughs> じゃあ、また別の機会にお会いしましょう。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。